なんか共産党の小池晃が自民党のあるポスターに苦言を呈してるみたいなんだよ。そのポスターがこちら。憲法改正の主役はあなたです。話し合おう。考えよう。自民党。憲法改正の主役はあなたです。さあみんなで考えよう。自民党。この憲法改正についてのポスターに、共産党の小池晃がツイッターでこう批判してるんだよ。小池晃。そうです。その主役の半分以上の人が、今憲法を変えることを望んでいません。自分が主役だと勘違いしているお党の総裁に教えてあげてください。これ、ひどくない?だって、主役の半分以上の人が憲法を変えることを望んでいませんって、何を根拠にこんなこと言ってるんだろ。何を根拠に言ってるのか、小池晃は示す責任があるんじゃないの?何せゆるパンダは憲法改正に賛成派だもん。それに、ネットのコメントを見る限り、かなり多くの日本国民が憲法改正に賛成してるみたいだからね。小池晃が、もしも主役の半分以上の人が憲法を変えることを望んでいませんと言い張るのならば、まずは国民投票法を成立させてよ。そもそも野党は国民投票法さえも邪魔してるでしょ。まずは国民投票法を成立させて国民に真意を問えばいい話でしょ。それさえもさせない野党は、もしかして多くの日本国民が憲法改正に賛成することを恐れてるんじゃないの?恐れてないのであれば、ツイッターで意味不明な主張をするのではなく、正々堂々と国民に問うべきだよ。それが筋ってものでしょ。ゆるパンダ的には、今の世界情勢を見ていると、憲法改正は急がないといけないと思うんだよね。みんなもそう思わない?